お告げがあった。お告げ？次うがんうさぎるとき、サンドイッチうさぎなさいって頼んだよ。サンドイッチとは何か。シンプルに考えればいいわけよ、うん、自分が好きなものに愛情を込めて作ったのだったら何でもいいわけよ。心に咲いた花に戸惑いながら、明日へと続く道を探しているのか、一人で行けない、一人で行けない、幸せという名の遠い国。